こんにちは、シュプールエディターのモンナです、本日はシュプール編集部がみんな大好きな、ぼる塾さんに、今回シュプール TV のゲストに来ていただきました。どうもぼる塾です。お願いします。いや、呼んでいただいてありがたいですね。実はですね、はい、私はね、シュプールさんには一度出させていただいたことがあります。まあ、ご冗談なんで嘘本当勝手に出たんですか。勝手にじゃないよ。どうやって勝手に。お呼ばれして、あらー、ありがとうございます。一丁前こんなシュプール編集部と、はい、実は、ぼる塾さんは、神保町という縁でつながっているんですよね。そうです、そうです、もう、私たちにとったらもう神保町というのはもうホームですからね、はい、そんなぼる塾さんと一緒に今日はお互いのおすすめスポットをいろいろ回っていきたいと思います。嬉しい、いいですね、楽しそう。じゃあ早速行ってみましょう、はい、行きましょう。かき氷バーの自然さんに。おお、自然さん、こんなおしゃれなお店あったんだ、ね、知らなかった。すごい雰囲気が。なるさん、ここ並んだら結構もう看板娘みたいになる。あらー、いいじゃん、かわいい。ね、初代。あれ、何やってんの削ってるかき氷削ってる。花火の削り美味しそう。じゃちょっとね、早速なんか入ってみましょうか、はい、初めて行くね、ここは。お邪魔します。いろんなメニューがあるみたいな、ね、なんか珍しいのもたくさんある、ね、いや、本当に私ゴルゴンゾーラ大好きで。あら、そうなの、ゴルゴンゾーラ。私、間違えた。え、ゴルゴンゾーラで、いちご桜。珍しい、どういう味か気になるね。気になるよね。はるちゃんどうする。私は、カロフェ、カフェオレです。カフェオレね。うん、私もちょっと気になるのがさ、柚子金柑ヨーグルトっていうのかな。わー、美味しそう。さっぱりなやつが好きだから、それにしようかな。さっぱりアンリー。さっぱりアンリーでやらせていただいてね。すみません。ゴルゴンゾーラタナで、なんか似合っちゃう。いきます。ゴルゴンゾーラ、いちご桜。うわ、美味しそう。すごい。すごい、ザクロがこんなちゃんと入ってんの初めて見たね。いや、食べるよ。うまそう。あ、美味しい。ゴルゴンゾーラの感じと、あ、ザクロ美味しい。あ、そう、あ、いいね。あ、すごいすごい。かき氷もふわふわで、このかき氷自体がゴルゴンゾーラチーズの味なの。ミルクでゴルゴンゾーラが上にあって。あ、そうなんだ。ミルク感と、だからそのゴルゴンゾーラのちょっとしょっぱい感じと、でザクロの酸味、甘酸っぱさ、それが相まってめちゃくちゃうまい。いや、うまそう。おいしそう。しかもザクロはさ、女性にいいんだよ。そうだよ、美容効果。じゃあもっと綺麗になっちゃいますね、田辺さん。マーネだよ。ちょうどザクロが、ね、あ、なんですかそれは。アロマンのカフェオレ。カフェオレちゃんだ、ハルちゃん。カフェオレ、あ、いい香り。カフェオレのいい香り。いただきます。うわ、美味しそう。すごい、中がちょっと白い。おいしい。うわ代わりに食って感想言いて。めっちゃカフェオレ美味しい。あ、よかった。カフェオレの優しい甘さが、このふんわりした氷を包み込んでくれてます、いや、来たんじゃないか。 ありがとうございます。うわ、いや、素敵。これヨーグルトで。うわ、ありがとうございます。いただきます。爽やか。柑橘のこの爽やかさ、柚子とこの金柑の爽やかさがあるんだけど、それをまろやかに包むヨーグルトがね。あ、いいね。もう私を離さない。うわ、いや、こらうまいわ。やばいよね。うん、だってアンリただでさ、かき氷めっちゃ好きだもん。めっちゃ好きだし、ね、柑橘好きだし、ヨーグルト好きだし。やばいよ。うん、私王国作るならこれにするもん。うわ、最高。いや、これやばいね。なんか私今さ、片思いしてないのよ、珍しくね。
恋してないの、うん、普段ね好きな人結構いるんだけど今え本当になんで片思いまであんたに決められないといけないわけえ何嘘つけって恋してる。じゃあ今言おうとしたらその今ねその好きな人はたまたまいないけど、うん、これ食べたらなんかいるような気分だっていいねすごくいいコメントを私言おうとしてじゃなしでもう出てってほしい。やだ一緒に食べよう。食べ終われはい続いては神保町吉本漫才劇場に来ました。やったーようこそはい、膝元というかね、はい、メインの劇場ということで、はい、今回おすすめスポットとして挙げていただきました、はい、いやもうここはやっぱ神保町でぼる塾といったら外せない場所ですよね、はいはい、お家みたいな感じですね。そうですもう田辺さんが仕切ってると言っても過言じゃない劇場です。田辺さんまあねこっちにいるこっちの出るから聞こえてる感じであなるほどね映ってない。ここはだからやっぱこの吉本の芸人の中でも、うんまあ、主に若手がいる劇場になりまして、だから田辺さんなんかも先輩の方よね。そうなんですよ、うん、結構上じゃない。結構上だよ、うん、ねえみんなペコペコ田辺さんにはして やだなんか感じ悪いじゃんいやこの劇場の中で田辺さん結構感じ悪いよね、はいうん、すごいはるちゃんもねここではもう意気揚々として、はい、はい、仲のいい後輩ちゃんたちが私と一緒に遊んでくれます、うん、いやそうなんです。はるちゃんが帰り来るとみんなビビって逃げていくっていう感じでね。でもアンギもさ、うん、楽屋でさ、うん、明日どこどこ行く人とか言ってさ、誰も手を挙げないみたいな増えてますけどもね、愉快な仲間たちです。私たちが一番ねいて楽しい、はい、落ち着く場所でございますね、はい、神保町といったらのところですね、はい、じゃあちょっと中も入ってみましょうか。はい、はいこっちからでいいのかな。こっちからにしますか、はい、ちょっと今本番中でして、ちょっとね本当は劇場のねお客さんの席とかロビーとかも見せたかったんですけど、うん、ちょっとね、はい、本番中ということで、はい、基本的にはね10年目以下の若手の劇場ということで、はいはい、一番初々しいというかお互いにはもってこいの劇場だと思いますね、はいはい、どんどん新しい若手芸人が増えてって、うん、そう私たちの悩みも付き合い、下からどんどん下からどんどん出てきてそうなんだよ、ね、私たちも把握できてないぐらいもうフレッシュな若手ばっかりです。そうなんだよ、ずっとさ自分は若手って思ってたんだけどさ ね、そうしたらさ先輩が今いない、あんまりいない状態だから、おすすめの後輩の方とか、あらおすすめの同期の方とか、いっぱいいますね。私の推しはやっぱナイチンゲールダンサーですかね。いやそうなんですよ、もう田辺さん講師混同で ね後輩に恋しちゃって、やめてよ、やつが推しなんですよね、そう昨日もねナイチンゲールダンスのヤスっていう方の男の子がいるんですけど、ヤスをですね劇場中走り回って探し出して裏に呼び込んでチョコレートを渡すというね、そうすごい走ってたよね、ヤスヤスヤスいないとか言ってる今日チョコレート持ってきたのに、そうだよ、うん、でも無事渡せてね、渡せてね、よかったよ。確かに田辺さんのおしゃナイチンゲールダンスだろうね、推しです、うん、はるちゃんはどうですか。いや私はそうですね、私もいっぱいいるんですけど、まずはるちゃん軍団っていうのがいまして、あ吉本一大勢力ね、今やはるちゃん軍団っていうのがいまして、未来を担うと言われて、そこに所属しているサンタモニカっていう男の子コンビがいるんですけど、うんうん、そっちの金髪のマイム君ってと、うん、人が私のはるちゃん軍団の一人なんですけど、うん、サンタモニカの漫才も面白いですし、うん、やっぱなんかなんていうんですかね、一回見たらなんかそのネタの一個の何かは覚えちゃうみたいな、結構印象的な、一番大事よね、芸人として覚えて帰ってもらうっていうのが、はい、そうなんです、うん、でどっちもちょっと小さめなんで、うん、可愛いなって思うと思います、うん、あいいですねわ私いっぱいいるけど、はい、ちょっとね最近すごいなって思ってる後輩がいまして、うんうん、それがですねインテイクなんですけども、まあ緑の格好してるんですけれどもね、はい、何がすごいなっていうと、なんかね最近劇場のネタを袖とかで見てると、うんうん、インテイク全然滑ってないし、なんなら拍手笑い起こしまくってないっていう、ちょっとねインテイクのハードル上げたら申し訳ないんだけど、これからすごくなるんじゃないかなっていうので、うんうん、インテイク
面白い。あ、確かに。でもたくさんいます。言い切れないことね。いや、もっといっぱいいます。はい、みんな来てほしい。ぜひ来ていただいて、はい、ちなみにインテークの鈴木くんはグルメですから。あ、そうなんですよ。はい、田辺さんが神保町で一番話しやすい後輩と、はい、なっております。はい、私が一番話しやすい後輩はね、なんか本当世代は全く違うんだけど、おばあちゃんっていう77歳のねおばあちゃんがいまして、おばあちゃんと一番話が合いますね。はい、だからもうそういう芸人たくさんいるんで、ぜひ、はい、めっちゃいます。はい、お互いしに来てほしいですね。はい、続いてのお店はシュプール編集部のメンバーがまたこちらもおすすめのところなんですけれども、アノーさんというお店になっております。おしゃれな、おしゃれ。劇場から近いですね。そうなんです、すごい近くなんです。ここが、ランチもディナーもあるんですけど、どっちもちょっと基本的にはコース、はい、でご予約が必要なお店になっております。そうなんですね。今日はちょっとランチ全部を食べる時間がなくって、うん、ちょっと一品だけなんですけれども、嬉しい、食べていただきたいということで、お願いします。ありがとうございます。じゃあちょっと入ってみましょう。はい、はい、楽しみ楽しみ。おしゃれだ。何これ、おしゃれ。コース料理の一品。ホタテなんですけれども、下には海苔でお作りした佃煮をご用意してまして、でホタテの横には焼きナスを使った、こちらはコンディマンって言って食べるソースっていう、ドラッテはそういう意味なんですけれども、ホタテとその焼きナスをこう一緒に召し上がっていただければと思います。ありがとうございます。いただきます。いやー、美味しそう。あんた、あらあらえ、美味しすぎるもうだって第一声がもう初孫に会ったんかなっていうぐらいの反応。あら生まれたなって、うん、ホタテの旨味と、うん、やっぱこの焼きナスの香りと海苔の塩味、これがもうこう合わさって、もう本当にあらって本当初孫を見るからなってしまうよ、これ。おしゃれだよ、だって見た目がいいですか。じゃあ、はい、どうぞどうぞ、お酒じゃあ行っててください。あ、はい、なんかちょっと謙虚だもんね、お皿の言い方も、ね。いや、綺麗。うん、わかるかな。うん、うん、あ、すごい。うん、うん、めちゃくちゃ美味しい。一緒に奏でてる。あら、音楽を、うん、音楽奏でてる、合唱してた。あらららら、一人仕切ってて、うんうん、誰が仕切る、どれ、ホタテさん、ホタテが仕切で、うん、うん、あ、いや、佃煮かな、佃煮か、うん、佃煮は結構リードしてた、うん、仕切で、うん、で、ホタテと、ホタテとナスが、ナスたちがこうやって、あー、すごい、美味しい。へー、うわー、食べたいな。ほら、綺麗。こんなおしゃれな食べ物さ、ね、子供の頃の私に教えてやりたい。出会うんだよ、ね、あんたって。おめでとう。そうだよ、ポッケに塩むすび入れてさ草っぱら座ってた時の私に早く食べなよ、ね、思い出すわ、うん、いただきます。うん、うん、あ、美味しい。すごくない、香り一気に広がるな。何なのこの広、この鼻に抜ける香りというか、おいしい。めちゃくちゃ美味しいじゃん。美味しい。わ、このナスのこの香りとか、このホタテの甘みもそうだけど、この上に添えてあるさ、葉っぱの食感もいいね、すごくアクセントになってて、うん、いいね、美味しすぎる。うわ、美味しい。こういうのもさ、ゆっくり本当は食べんのよ。で、いや、そう、こんなパクパクすぐ食べ終わるもんじゃないな、ね、俺。でも美味しすぎて無理。うん、無理です。美味しすぎる。食べちゃいます。うまー。あ、うん。え、でもなんかもう本当に予約してさ、うん、本当は予約してわざわざ来たいよね、本当に。うん、いや、他のお料理ももっと食べたいと思いました。だってもうこの口の中にある余韻でなんかお酒とか進みそうな、うんうん、いやー、お酒進むよ、うん、こんだけ香りがふわーってなってるのすごい ね、うん、お店の雰囲気もすごい素敵だし、すごい、うん、こりゃデートじゃないの、ね、これデートじゃない、誰かー、え、じゃあいいじゃん、お笑い劇場で見た後に今日予約してるお店あるんだっつって、うん、ここだからもうだって、ね、ほんと緊張と緩和じゃないけどさ、向こうであんだけたくさん笑った後ここで、ね、こうしっとりとした時間を過ごすって、ほんと誰と来たって好きになっちゃうよ、相手。そうだよね、こんな緊張と緩和やられたら素敵ってなる、ね、うん、
いやもう最高でした。めちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは続いてのお店は、はい、神保町ガビアルにやってまいりました。やったすごいカレーがたくさんあるんですけど、はい、その中でも特にぼる塾さんのおすすめということでこちらのお店をご紹介いただきました。はい、もうこのガビアルさんには本当にお世話になっています。もう4人で来たこともありますし、はい、それぞれがね別の人と来て、はい、本当あれ、ね、いつも現れるなと思われてると思う。誰かしらが、ね、後輩連れてきたりとかもありますね。ありますね。ちょっとこのいや気になるよね、期間限定のカキカレー。これ初めてでしょ。初めてこれにします。はるちゃんいつも何食べてんの？私も、うん、まあ、ポークか、うん、シーフードなんですけど、いい、ね、うん、じゃあ、うん、ポークで。え？ポークで。ポークで、はい、うん、じゃあ頼みましょうか。はい、でっかいポークが、いやいやー、嬉しいよー。さ、うわあ、最高。かわいいね、かわいいね。うわー、辛マッシュルーム。マッシュルーム、うわ、これ。カキ大きいよ。ね、うわ、プリンプリン。これ初挑戦ですからね、私たちも。入るかしら。入るよ。いいじゃん、大丈夫。入るから。入るよ。あら、ほら入った。余裕だよ。おいしい。手ぶれてたもんね、今カキに溺れるね、これ。うわ素敵、溺れてみてね、今ね溺れる。これはもうこんなプリプリなでふわふわな、うわとカレーの相性がとてもいいですね。驚かせるね、まだカグラビアルはすごい、ね、うわでっかいね、どーん。あ、美味しそう、嬉しい、久々。いやー、香りがやばいな。カレーの熱でさ、この下のさ、チーズが溶けるんですよ。いただきます。うーん、おいしい、おいしい。なこれポークゴロゴロしてるからほっぺについちゃった。こっちのポークの方が100倍かわいい。柔らかい。こんなに大きいのにすごいホロホロで柔らかくて美味しい。私はミックスカレーでございまして、うん、中にはですねチキンとエビとアサリが入っておりまして、もうすごいよほら。いやー海鮮もでかいよね。でかいよ、もうこんだけいろんな具材が入っててもう豪華ですよ。うわー、エビにアサリ、海鮮ゾーンだよ。できます。うん、美味しい。このエビとアサリから出るこの旨味、だしとこのカレーのスパイスとまろやかさが合うんですね。最高。うん、うま、もう海がこの味だったら私は海から出ないですね。なんか感じるカレーの香りがさ、受けた時とさ滑った時じゃ違うよね。わかる。なんか受けた時ってそのままカレーの香りに乗ってさカレー屋さん入れるんだけど、滑った時って果たして入っていいのかなみたいなさ、なんか自問自答みたいのかな、ある。わー、ネタ飛ばした時も私はカレー食べたな。でも、うん、いやーたくさん滑ったよこの街で。ボケもしたけど、だって養成所時代だから、うん、泣いたこともあったしね。その頃はまだね相方っていう感じでもなかった、始めたばっかりだから、うん、友達同士だからさすごい気まずくて、うん、ごめんごめんってはるちゃん謝って、私も、うん、大丈夫大丈夫、うん、頑張ろう頑張ろうみたいな感じで、もうほとんど80友達だからさ、うん、どうしたらいいんだろう相方が飛ばした時ってみたいなさ、うん、感じで泣いてるはるちゃんを見てましたよ。あら、その時もしたね、カレーの匂いが、うん、カレーの匂いが漂って忘れさせてくれました。忘れるな、ね、いい思い出ですね、うんうん。というわけでですね、今回は神保町のおすすめのスポットをぼる塾さんと一緒に回らせていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、いかがでしたでしょうか。いやー、やっぱりこう神保町ってなるとね、はい、もう自分たちが全部知ってるような気になってたんですけど、うん、今日は知らない神保町にまた
触れてね、お腹も満たされて幸せです。本当に私は散歩が好きなものですから、またまたなんでいやだからまたねお散歩でいろいろね歩いてるつもりではあったんですけど、知らないとこが本当にあって、うん、やっぱこれを見てさ、なんか聖地巡礼などもしていただきたいですね、うん、ぜひぜひ。でこれからもやっぱり神保町でさ、素敵なスポット探したいなって思いましたね、うん、私たちもホームですねとは言いつつも、うん、全然まだまだ知らないお店があったんで行きたいです、もっと、はい、ありがとうございます。ぜひ今熱いスポット神保町が特集されているスプール5月号チェックお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。